さあ両チーム選手たちがピッチに入ってきました。現在12位勝ち点36の名古屋グランパス、一方14位、まもなく試合開始です。今キックオフの笛が鳴らされました。ニアに小野、さあ中央に豊田もいるが、中入ってきた、一人で倒れた、 PK サガン鳥栖、前半左外れた、外れた、ランゲラックも読んでいましたが、鳥栖の気持ちですよね、はい、いや少し内側に踏み込みのところで入ってしまったのかな、巻いてしまったというキックだったのかな、左足で巻いてフォアなのかニアなのか壁の上を抜くのかというね、こう駆け引きがあると思いますね。キーパーは高岡です。前田が来た、キーパー寄りのボール、速い、シュートで狙ったと思うんですよね、下を、はいはい、で少しこう曲がりきらなかったかなっていう感じですね。今度はゴールから離れていくボールですね、右足でいけるんでね。トーナーヘディングシュート、どうだ、クロスバーの上、クロスバーの上、いやここですよね、トヨタのいいとこですよね。縦にスルーした、後ろシュート、ランゲラックスーパーセーブ、よく止めました、ランゲラック。さあここですね、このパスでスイッチ入ったんですよね、2枚目から飛び出してきてランゲラックですよね。ファーサイド、トヨタヘディングシュートはここランゲラック、ただまた金崎、この折り返しからのボールですけどね、反応したのは金崎ですけど、シャビール来た、クロスバーの上、このシュートです。壁の上を狙ったシュートで少し落ちなかったですね、はい、米本クリア、そしてここで長いホイッスル、試合終了、倒れ込む吉田。